はい、皆さんこんにちは。最近日本のテレビを見たら、チョ・グクという韓国の政治家がたくさん出るんですね。はい。この理由はですね、今の状況が以前パク・クネ大統領が弾劾された時の状況と全く同じだからです。へえ。つまり今の状況を見たら、ムン・ジェイン大統領は弾劾されるかもしれないです。わ、すごい。難しい内容を私が皆さんにとっても分かりやすくご説明いたします。よろしくお願いします。ムン・ジェイン大統領には彼が信頼している2人の政治家がいます。最近法務大臣として任命されたチョ・グクとユン・ソクヨル検事総長です。ユン・ソクヨルという人はですね、以前パク・クネ大統領の不正選挙の疑惑を捜査してパク・クネ大統領に左遷された人です。へえ。この人が残した有名な言葉の中でこのような言葉があります。私は人間に忠誠しません。つまりですね、私は国家と国民には忠誠しますけれども、たった一人の権力者には忠誠しない、このような意味ですね。すごいでしょう。ムン・ジェイン大統領が彼を検事総長に任命した理由は、彼のこのような気持ちをとても高く評価したからです。ムン・ジェイン大統領の立場から見たらですね、チョ・グクは右腕、ユン・ソクヨルは左腕です。しかしですね、今ムン・ジェインの左腕が右腕を攻撃している状況です。へえ。その理由はですね、職位はチョ・グクがもっと高いです。チョ・グクは法務大臣、ユン・ソクヨルは検事総長です。しかしですね、ユン・ソクヨルがチョ・グクより5年先輩です。韓国ではですね、このような問題はとっても敏感な問題です。へえ。俺より若い後輩が俺の上司？あー、悔しい。気分がいいわけがないでしょう。ところでですね、最近チョ・グクさんは自分の娘を不正入学させようとしている証拠がいっぱい出てきたですね。ここでユン・ソクヨルがチョ・グクの娘がもらった賞を偽造したという嫌疑でチョ・グクの奥さんを起訴してしまったんです。起訴ということはですね、まあ分かりやすく言って罪があるとまあ判断して検察から裁判を要求したことです。合っているかな。これは普通なパターンではないです。手続き上ちょっと問題があったんですね。つまりですね、無理をしてチョ・グクの奥さんを起訴したっていうことです。へえ。またチョ・グクの家族を含めて親戚たちが何か不法的な投資をしたという疑惑が発生します。なので24日インチョン空港で帰国したばっかりのチョ・グクの親戚を横領の嫌疑で逮捕します。これもやっぱ手続き上ちょっと問題はあったんです。もちろんユン・ソクヨルがですね、自分より出世した後輩にやきもちをして、この全てのことを無理をしてやっているとは、まあ、はっきりは言えないんですけれども、ある程度やきもちがあるからこういうことをやっていると、韓国の国民たちは思っているんですね。皆さんはムン・ジェイン大統領に対して、まあ、独裁者、共産主義者ではないの？と言っているんですけれども、私はですね、日本のことがよくわからないので、韓国の大統領の権力、そして日本の総理が持っている権力を比べるのはちょっと無理があるんですけれども、このムン・ジェイン大統領ですね、韓国の歴代の大統領に比べてみたら、彼はとても勢力が弱いです。この勢力じゃなくて、この勢力。なぜなら、韓国ではですね、かなり長い間ムン・ジェインの反対の政党が政権を握っていたんです。
今文在寅政権に変わったんですけれども、すでに高い職位を持っている反対側の力がとっても強いんです。へー。なので文在寅大統領が何かやろうとしたら毎回反対側の人たちから阻止されているんですね。だからこそ文在寅大統領には彼の味方がとっても必要な状況です。この人たちはですね、文在寅の政党の政治家たちだったんです。しかしですね、いろんな問題を起こして彼らも今力がとても弱くなったんです。まあとにかく今文在寅側の政治家たちから IT で不正がずっと出ていているんです。ここでですね、もしこの政治家たちの不正と文在寅大統領につながる何かが出たら、まあ例えのことですけれども、今諸国の家族と親戚が何か投機をしたということで問題になっているんですね。その投機に文在寅ももし参加してたら、その時は本当に弾劾が可能になるので、今の状況はですね、大統領が変わるかもしれない。そのような状況ですね。私あまりにも悪魔に見える、もちろん大統領が変わるのは国民としてもとっても胸が痛いことです。なぜならせっかく信じて大統領にさせてあげたんですね、我ら国民たちが。なのに大統領が変わるっていうのはかなり大騒ぎですし、国の立場から見たらかなりのダメージです。まあこれ以上ずっと問題を起こす大統領ならばとっても胸は痛いんですけれども、弾劾させるしかないんですね。はい、今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。あっぴょん。あーちょっぱりちながら빨리 가라. 바쁘다, 나 오늘 할 거 많다. 에이씨.